ランナ人男性アウバカル・アウドゥスラジュさんは何を思っていただろう。漢字を知っていれば日本人になれる。漢字が書ければ日本人になれる。ひらがなを知っていれば日本人に入れてくれる。ひらがなを書ければ日本に入れる。ガーナ人アブバカル・アウドゥスラジュさんは入管に閉じ込められたまま亡くなってしまった。日本人になれずに漢字を書き続け、ひらがなを書き続けて、アブバカル・アウドゥスラジュさんは日本人になれずに日本人になれずに漢字を書き続け、ひらがなを書き続け、多くの文字を知り、だが彼は日本に入れない。朝ちゃん、あと10点。